てください。エアロリポップの現場に通うだけであなたもパーフェクトボディを手に入れられるかもしれません。それではイッツショータイム。
ほぐしてあげてください。お願いします。あ、じゃあちょっとここで私たちは今日のために一生懸命準備してきたんですけど、みんなが準備をできてるか確認してもいいですか？はい、はい、じゃあちょっと声を聞かせてください。皆さん最後まで盛り上がる準備はできてますか？はい、もうちょっと欲しい気持ちだよね。ここの会場ぶち壊そうみたいな。そうだよね、多分みんなもうちょっといけるから、じゃあちょっともうちょっと大きな声で聞かせてください。皆さん盛り上がる準備はできてますか？バッチリ、今まで100点満点だ。もう100点満点、はい、ありがとうございます。じゃあ最後まで盛り上がっていきましょう。それでは次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。クリレーナイト。ハッピーレス君が踊り出す。
てないかも。カメラは続きまだ足りないんじゃないですかね。足りないよね。はい、なんか噂によるとなんか、うん、ムッキムキとかなんか聞こえないかななんて。ムッキムキ。はい、それでは以上私たちエアロリポップでした。ありがとうございました。いきますよ、せーの、ムキムキ。ありがとうございました。ありがとうございました。デビューライブにお越しいただき誠にありがとうございます。ナルセスイの初トレーニング、まだまだ皆さん足りないですよね。足りない。それではそこまでにムキムキでアンコールいきたいと思います。はい、お願いします。はい、せーの、ムキムキ。Yeah.
ように頑張っていこう。頑張っていこう。じゃあ記念集合写真撮っていきますかね。はい、カメラお願いします。皆さんは前の方にギュッてして、あの立ったままでお願いします。お願いします。ポーズはマッチョでお願いします。あ、顔隠したいような人は全然隠しちゃっても大丈夫です。立っててね。あ、来ない。あ、来ない。来ないな。カメラカメラ。じゃあ私もなんか、あ、カメラ。お好み焼きさん現れました。マネージャーのみやきぴーです。かわいい、かわいい、かわいい。照れちゃってる。照れててかわいい。かわいい。座りますか、私たちは。はい、膝、膝マグロだ。小学生の、小学生の膝みたいになれる。びっくり。いきます。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。動画も撮りますね。はい、はい、わー、いきますよ。新体制お披露目ありがとうございました。ありがとうございました。汚れちゃった。汚れちゃったね。やだ。あ、もう本当に終わっちゃいましたのでね。はい。スイちゃんに一言。はい。お願いします。いやー。どうだった？うん。疲れた。疲れた。そうだよね。わかるよ。あの、エアビアの振り付け本当に想像してた以上のめっちゃ体力消耗するから、ちょっとみんなについていけるように体力つけるね。大丈夫ね。るよ。ですね。ちょっとあの。いいですか。私はですね、ちっちゃい頃からアイドルになるのが夢だったんですけど、こうやってグループとしてずっと同じメンバーで、一緒の目標へ行こうっていうグループが今回初めてなので、なんかなんだろう、みんながなんか一緒の方向を向いてるのもとっても嬉しいし、なんか、ちょっと待って、考えてきたんだけど忘れちゃった。なんか冷静に冷静に。いやいや、みんなが文章だと思って見てる。あー、文章なんだこれ。分かった、文章。じゃあこっちから読んでいく。読んでいく。読んでいく。そう、それでなんか、なんかやっとこうスタート地点に立ったっていう感じがして、こう今はなんかできること頑張ろうってすごい思ってるんですけど、やっぱりなんか私たちが頑張るにはすごい皆さんがいるから、なんかこれ頑張ってみよう、あれ頑張ってみようってすごい思えるので、あの、一生一緒にいてください。はい。なので、あの、これからはエアポとしてメンバーのみんなと頑張っていこうと思うので、あの、末永くよろしくお願いします。忘れちゃうな。はい、それではちょっと告知をさせていただきます。次のエアロリポップのライブは10月27日恵比寿の昼帯にて、スイちゃん初対バンとなるガルガルに出演させていただきます。やった、ガルガルすごくね。ガルガルやばいよね。すごい嬉しい。来てください。来てください。そして11月3日 TGCT に出演が決まりました。やったなんか2回出れるのって本当に当たり前じゃないこと分かってたから、この間のみんなの見ていいなぁ。この間ロケバスで移動だったんだけど、その移動の時にスイちゃんも加入すること決まってたからね。スイちゃん、え、そうなの、嬉しかった。そこから出るってさ、ね、エモい。私たちだけもしかしてもいいの。大丈夫、みんなエモい感じてる。ごめんね。あ、そう、優しい、優しい、優しいです。配信があるんだよね。うん、配信があるので、みんな配信で見てください。見てください。お願いします。ちゃったんだよ。
はい、そして次は身体性キャンペーンについてお話ししたいと思います。身体性キャンペーンは4つありまして、1つ目は今私たちが着ているこの T シャツが2000円でお得にお買い得。欲しい、なんかね、レモンちゃんからね、お願いがあるみたい。ちょっとみんなでお揃いにしたいなって思ってます。お揃いにしてね、はい、絶対に買ってください。うん、そうだよ、レモンちゃんが言ってるよ。ちょっと1枚分なんで。はい、はい、そして2つ目が対バンの最後の曲のみ動画と写真撮影が可能になりました。やったやった、これ嬉しいんじゃない。嬉しいよね。で、あのこの動画と写真撮影可能の時、大体あの MC の時に言うので、うん、あとあの曲の、ね、途中でもこの曲から撮影可能になりますっていうので、ね、うん、その曲の時から、ね、撮影を始めていただけると嬉しいです。そしてね、 SNS とかに拡散してくれると、うん、もっともっとね嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして3つ目がチェキ6枚1万円でお買い得に買えます。お得、お得、やばいね。だってさ、うん、1万円計算できなくなっちゃった。なんだっけ、あ、1枚を無料でついてくる。そうだ、大きいよね、1枚無料で、うん、作業方ついてきますね。あ、お得じゃん、めちゃくちゃ。どうなんだ、お得なのかな。お得だよね、みんなね。お得だよね。なので皆さん、今日全員買っておいてください。よろしくお願いします。はい、はい、そして最後4つ目がお友達紹介特典っていうので、 お友達をこのヤポのライブに紹介してくれると、その人数ごとに特典がありますので、ぜひヤポのライブにみんなお友達と来て一緒にライブ楽しみましょう。はい、はい、これで友達と来てください。一緒に手伝いで、ね、友達をあのこの機会にどんどん増やしてください。はい、あ、友達いないよねって言ってるわけじゃないんで。いないの、友達になろうみんな。はい、はいはい、詳細は X をご覧ください。以上です。お願いします。じゃあここで重大なお知らせをします。怖いよ。来年の3月24日に渋谷のウームさんにてエアロリポップファーストワンマンライブが開催されます。嬉しい、すごい、ワンマンです。ワンマン、ワンマン。なんかこの発表を運営さんからメンバーが聞いたときに、あの正直私は生誕祭とかとワンマンライブがどう違うのかっていうのがちょっと分かんなかったんですけど、もしかしたらここに分かんない方がいるかもしれないので説明すると、あのワンマンライブっていうのはあのちょっと特別な演出が加わったりとか、あとはあのサプライズがあったりなかったりという感じで、あのちょっと規模が大きい、いつもより大きい、うん、豪華なね、ライブになるんですよ。そうです、そうなんだよね。そうなの、うん、そうで、最初やっぱ渋谷の梅でワンマンライブって聞いた時ちょっと不安な気持ちもあったんですけど、今ここにいるみんなと、今ねここには来れてないかもしれないみんなと、あとこれからのね未来のエアポファンのみんなと一緒に、あのもっともっと上を目指して頑張ってって、どんどん大きいグループにしていって、渋谷の梅を最終的には絶対にパンパンにして絶対成功させたいので、皆さんどうか よかったらお力を貸してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、はい、はい、はい、それでは以上私たち、あ、ごめんなさい、なかったことに、ごめんなさい、嘘です、なかったことにして、はい、そしてこの後すぐ特典会があります。皆さんたくさんお話しましょうね。待ってまーす。改めて本日は新しいエアロリポップの始まりを見届けに来てくださり本当にありがとうございました。ありがとうございます。これからね本気でエアポを運営を目指して頑張っていくので、皆さんも同じ熱量で来てくれたら嬉しいなって思ってます。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは以上私たちエアロリポップでした。ありがとうございました。いきますよ、せーの、ムキムキ。